こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。韓国では最近3000トン級潜水艦の進水式が行われました。と同時に第5世代戦闘機開発がインドネシアと進められている。だがここへ来て、またも問題が発生、すべての韓国製キャンセルの方向へと向かっています。今回は、KFK 戦闘機と潜水艦の話を詳しく見ていきますね。この2つの国は、お互いがお互いなので、最後までわからないですよね。韓国は、次期戦闘機 KFX の開発をインドネシアとの共同開発として進めているが、先日、インドネシアがフランスの現役戦闘機のラファール戦闘機を4、8機購入しようとしていることが判明して、KFX の共同開発から離脱するのではないかとの懸念が高まっている。インドネシアは現在南シナ海において外洋進出を図る中国との軍事的摩擦が高まっており、自国の権益を守るために航空戦力の増強を急がねばならない状況にある。そのためにものにこの先の開発にさまざまな問題を抱えている韓国の時期戦闘機 KFX を悠長に開発している時間などなく、実際に運用されていて、実績のあるラファール戦闘機の購入に走るのは当然の流れと言えるのだ。これらのインドネシアの動きから得られる情報の分析から、実は、インドネシアは KFX 開発とは別に結んでいる。韓国からの潜水艦導入の計画もキャンセルするのではないかとの憶測が飛び始めたのだ。インドネシアはこれまでに韓国から潜水艦を12隻導入することで合意をしていて、まず第一次の事業として2011年に韓国の大和造船海洋と1400トン級の潜水艦3隻を1兆3000億ウォンで購入する契約を交わしたのだった。そして1番艦と2番艦は韓国国内で建造されて引き渡され、3番艦は本体をブロックに分けて韓国で製造したものをインドネシアに運んで、ジャワ島スラバヤにあるパル造船所で組み立てられて進水したのが2019年の4月になった。この1番艦はナーガパーシャと名付けられて、このナーガパーシャ級潜水艦209400型の4番艦から6番艦までの3隻を共同で建造して2026年までに引き渡す計画を第二次事業として計画していたのだったが、ここまでにこの二次事業に関しては契約金の支払いがまだないなど全く進展していないのであった。その状況の中、インドネシアのプラボゴ国防相が先日、これらの3隻のナーガバーシャ級潜水艦209400型に対して膨大な予算をつぎ込んで導入したにもかかわらず、その性能が全く期待外れであるとの批判のコメントを発して注目を集めているのである。インドネシアは1980年代にドイツから導入した1300トン級のチャクラ級潜水艦209300型2隻を保有していたが、
プラボゴ国防大臣は、ドイツから導入したチャクラ級潜水艦209300型は、連続潜航期間が90日もあるのに、ナーガパーシャ級潜水艦の連続潜航期間は30日しかないと批判して、その上で、まさしく韓国側から技術移転を受けたのか検証する。必要があると言い出したのだった。しかし、これについては、韓国の潜水艦の性能をかばうわけではないが、常識から外れた指摘であると言わざるを得ない。ドイツから導入したチャクラ級潜水艦も、韓国から導入したナーガパーシャ級潜水艦も AIP 機関を搭載していないドイツの209型潜水艦がベースのため、連続潜航期間は最長でも50日以内と言われていて、90日もの連続潜航期間を実現できるはずはなく、さらにそれを要求するなどありえない話なのだ。ちなみに、AIP 機関とは、エアインディペンデント・プロパルションの略称で、非対機依存推進機関のことである。この AIP システムとは、ディーゼル機関を動かすために、大量の酸素を獲得するシュノーケリング航行、浮上して空気を取り入れることをせずに、長期間潜航したまま活動することができる技術であり、原子力以外で比較的に通常動力のディーゼル機関を補うための技術や設備の総称のことである。そして AIP システムでは、液体酸素とディーゼル燃料を使う外燃え機関のスターリング機関発電機が中核を担っている。スターリング機関とは、シリンダー内に溜めたガスや空気を外から加熱膨張したり冷却収縮をしたりして、その体積を変化させることで生じる運動からエネルギーを取り出す機関のことである。このシステムは、水中における航行時間を伸ばすことがその目的であり、あくまでも補助動力としての運用でしかなく、その使用は低速での省エネ航行に限られる。一方で高速で航行するためには、やはり従来通りのディーゼル機関による発電機が必要なのである。話をプラボゴ国防大臣のコメントに戻すが、そもそも潜水艦というものは機密の塊であり、そのスペックを公の場で漏らすことなどありえないことであり、国防大臣クラスが簡単に口にしてしまうことは非常識極まりないことである。またほぼ永久的に潜水航行が可能な原子力潜水艦であっても、乗組員のモチベーションや食料補給の問題から、実際の連続潜航が可能な期間は60日が限界とされていて、 AIP 機関を搭載している日本の海上自衛隊の最新鋭潜水艦である、そう流型潜水艦であっても、それらの事情から連続潜航期間は20日ほどだと言われている。そのような潜水艦事情にもかかわらず、さらに小型で AIP 機関でさえ搭載していないナーガパーシャ級潜水艦209400型に連続3ヶ月間90日もの潜航期間を要求するのは、もはや難癖以外の何者でもないと言えるだろう。それなのになぜプラボゴ国防大臣が韓国から導入した潜水艦に
難癖をつけたのかとのことが気になるところだが、これにはいくつかの理由が考えられる。一つには、ドイツとテオ、クミ AIP 機関を搭載した214型潜水艦をインドネシアに売り込んでいるトレコの存在だ。ドイツから214型潜水艦の海外輸出用ライセンスを与えられている。トレコは、そのライセンスを持っていない韓国が、インドネシアに通常動力の209400型潜水艦を導入しようとしていることに目をつけたのか。プラボゴ国防大臣をトルコに数回招待して AIP 機関を搭載した。214型潜水艦を見せて猛アピールを行っていたのだ。こうなるとプラボゴ国防大臣が自分ではなく前任者が決めた。209400型潜水艦の導入契約をキャンセルしてでもトルコから AIP 機関を搭載した214型潜水艦を導入したいと考えたとしても不思議ではなく、ナーガパーシャ級潜水艦209400型の性能が不満であるとして、その責任を韓国に押し付けて契約の不履行を理由に追加契約を解除しようとしているのはないかと思えてくるのだった。このようにプラボゴ国防大臣の発言をめぐっての憶測は後を絶たず、さらにはロシアやフランスなどもインドネシアに潜水艦輸出の話を持ちかけているとの報道があったりして予断を許さない状況であるのだ。これらのドタバタ劇が続いているのはプンザイトラ政権の外交的な失策が続いていることに起因しているとの見方もあり、この先当面の間、韓国政府と同国の軍需産業は情報に一喜一憂しながら不安な日々を過ごすことになりそうだ。